中村愛のチューマーフォーラーを。どうも中村愛です。プシュー。7月に入って暑さ続いてますが、皆さんバテてませんでしょうか。ここらで一発馬券当てまして、暑さ吹き飛ばしましょう。ということで今週は函館記念です。まずは3連休の平均配当過去10年見ていきましょう。3連複71,639円、万馬券9回、10万超えが3回、3連単571,559円、すべてが万馬券、100万超えが1回ということで荒れております。そんな中、まずは狙い馬のテーマから発表したいと思います。ズバリこちらです。ダン、芝 2000m での安定感、こちらテーマにしてみました。そして今回はマジで当てに行きます。私中村への注目はこちらです。5枠10番トップナイフ4サイバーです。ということでまずはこちらをご覧ください。今回の函館記念と同じ条件、芝 2000m 今まで7回走ったんですけれども、1着1回、2着4回、4着1回、この7着1回というのは皐月賞オモババでのことなので、かなり優秀ですよね。しかもこの2着もラジオ日経杯京都2歳ステークスに、 G1 のホープフルステークス、弥生賞ディープインパクト記念に、札幌記念と、まさに一戦級のレースでのもの。特に札幌記念での構想は同じ洋芝の函館での走りにも期待が高まります。ということでこれらのデータを踏まえましても、ダン重賞上位級の力の持ち主なんではないでしょうか。ということで10番トップナイフに注目です。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ、高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位以内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位以内の組み合わせだったのは35レースでした。その中でも土曜日に行われた福島8レースでは、2番人気、10番人気、1番人気で決着。コラボ指数では10番人気を指数上位で見抜いて見事的中。3連単の配当は6万円を超えました。的中された方、本当におめでとうございます。今週は函館記念のコラボ指数をブログ内で無料公開。詳しくは馬と未来とで検索してみてください。以上、中村への馬コラボでした。シャキーン。